はい、こんにちは、森です。今回は行列店の人気メニューの再現をやっていきたいと思います。今回作るのが絶望パスタというパスタで、東京にあるホームズパスタという店の人気メニューです。このパスタめちゃくちゃ人気で、芸能界にもファンがたくさんいるみたいです。今回は少しだけアレンジして作っていきたいと思います。今回のパスタはトマトクリームパスタが好きな方、お家でお店の味を再現したい方、美味しいパスタを家族や友達に振る舞いたい方、このような方にはすごくおすすめのパスタです。ぜひレシピを覚えて作ってみてください。それでは早速作っていきます。今回使う食材がこちらです。詳しい分量は動画の説明欄に載せてあります。パスタは生パスタのリングイネを使用します。もちもちで今回のソースとの相性ぴったりです。それでは仕込んでいきます。まずしめじを半分に割り、一番下の食べられない部分を取り除いて適当にほぐしておきます。玉ねぎは皮を剥いてから食感が残るように粗めのみじん切りにします。ニンニクは皮を剥いて潰してから粗めのみじん切りにします。これで仕込みは完了です。それでは仕上げの工程へ行きます。ソースを作っていきます。まずフライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて弱火で加熱していきます。ニンニクがきつね色になったら、種を取り除いた鷹の爪と玉ねぎを同時に加えます。玉ねぎがしんなりしたらミンチを投入します。今回は赤ワインを使いましたが、もし赤ワインがなければ料理酒でも大丈夫です。お玉一杯分のお湯を加えて、少しスープパスタっぽい感じにしたいと思います。
これで絶望パスタ完成です。そしたら盛り付けていきます。これで絶望パスタの完成です。それでは食べていきます。いただきます。いやー、美味しそう。まずはソースをたっぷりつけていただきます。うまい。うん、めっちゃうまい。ミートソースに生クリームを入れるっていうのはあんまりやらないんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。次はこのキノコたっぷりでいただきます。しめじもうまい。これを家で食べれるのは最高っすね。いやー、本当に美味しい。それじゃあ、あとはゆっくり食べていきます。ごちそうさまでした。今回のパスタも美味しく作れました。ただ少しスープ感が足りなかったので、もう少しパスタの茹で汁を足してスープ感を出した方がお店の味に近くなるなぁと思いました。でも今回のパスタもめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ一度作ってみてください。このチャンネルでは簡単に美味しいプロの味をコンセプトに、いろいろなパスタを紹介しています。興味のある方はチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。